音楽的にはマッシュルってなんか一番分かりやすいジャンル、まず魔法の世界だから、こうオーケストラを使った西洋的な音楽っていうのがまず誰もが思いつくと思うんですよ。それだけやってもまず面白くないと思ったんですよね。でただマッシュルの世界設定において、こう西洋的なオーケストラっていうのはまず絶対避けられないものだろうと思った上 で僕ってあの個人的にその何かと何かを組み合わせるのがとても好きなので、今回は一つ本当にパワーワードだったのがあのマッスルですよね。あの筋肉で、どうやったら音で筋肉を表現できるのかなって思った時に、直感的にラップだって思ったんですよ。その筋肉って非常にこう肉体的なものだと思うんですよね。マッシュがこう本当に筋肉で全てを解決していくとっていう時に、なんかこう体の身体的な動作っていうのを考えた時に、僕はあのヒップホップとかラップのこの動きっていうのがパッと頭に思い浮かんだんですよ。じゃあこれはラップとかヒップホップって要素をこの西洋的な魔法の世界に組み合わせたら、それがマッシュルの音楽なんじゃないのかなと思って、監督さんやプロデューサーさんたちにプレゼンをした。例えばその筋肉をやるためになんかこう太鼓とかを本当に力いっぱい、あのむしろ太鼓を破壊するぐらいの勢いで叩いた音っていうのを実は入れてて、あのとにかく筋力で音楽もこう作ったような。マッシュ君ってちょっとこう無表情じゃないですか。その他の人たちはあんなにテンションがこうあの入り乱れているのにマッシュ君だけは常にこうどこかクールですよね。っていうのがそのヒップホップのアーティストが表現したりとかやってるところ、どこかクールなんだけれどもこうパワーがあるっていうところに通じるかなと思ったところもあったりしました。